日本ヨハン・シュトラウス協会は1975年に創立されヨハン・シュトラウスとその一家及び同時代の作曲家を対象として40年以上にわたって活動を続けている音楽愛好者団体である。ヨハン・シュトラウスとその一家、その作品に代表される19世紀から20世紀初頭にかけての作曲家が作ったウィーン音楽の日本における普及並びに 会員総合の新睦、ウィーンに本部を置く、海外協会との交流を目的としている。主な活動は以下のものがある。解放を年4回発行している。霊会や行事の報告、コンサートの情報や会員の近況等を掲載し、会員総合のコミュニケーションを図っている。また、各種の研究成果をまとめた冊子を発行し会員に配布している。 およそ毎月1回の割合で会員が集まる、霊会を開催。霊会は以下のものが行われている。海外協会主催のイベントへ参加するなど、海外のヨハン・シュトラウス協会との交流を行う。解放1号に掲載された、昭和50年の発会式の記事ヨハン・シュトラウス2世、生誕150年にあたる1975年の春、カール・ベームが、 指揮者の大町洋一郎氏と舞台芸術振興財団理事長の大谷雅子氏に提案したことをきっかけとして創立。大町、大谷漁師の他にも、保、竜健、大川平高宗、村田武雄、山下隆渡辺忠浦が尽力した。その後、会員が催し者に参加するスタイルに変化、アマチュア演奏家の会員が結成した。 日本ヨハンシュトラウス協会管弦楽団が定期的に演奏会を開き、さらに王子のウィーンの舞踏会を再現した新春舞踏会は1985年から農業ダンスパーティーは1991年から開かれるようになる。その多少規模に会員が演奏するアンサンブルを聴きながら親睦を深めるパーティーなどバラエティに富む催しを頻繁に行ってきた。また、 ヨーロッパ各国にあるシュトラウス協会との交流で1983年のウィーン以来各国順番に開催される国際大会へも参加した。1997年春には1週間にわたり東京で世界大会を開き海外から60名の参加者を迎える。また1985年にはエドアルト・シュトラウス3世、1986年には ニューイヤーコンサート指揮者のウィリー・ボスコフスキー氏が来日の際訪れた。2015年には創立40周年を迎え、式典、コンサート、舞踏会、シンポジウムなどの記念行事を行った。現在は名誉会長に秋山和義を迎え、活動を続けている。日本ヨハンシュトラウス協会在ヨハンシュトラウス、ソサイティー・オブ・ジャパン。 j-o-h-a-n-n-st-r-a-u-s-s-so-ciety.com 2020年4月28日閲覧日本ヨハンシュトラウス協会管弦楽団ホームページシュトラウス .music.coocan.jp2020 年4月28日閲覧開放ナン、no、バー3082017年4月 発行 P5 委員泊優協会の告知 https コロンスラッシュスラッシュ w w w m u j i q f e l i n アットスラッシュコンセルトスラッシュ e v n t i d スラッシュ324映像集 YouTube 2020年4月28日閲覧日本ヨハンシュトラウス協会創立40周年記念開始 P1 開放ナンバー3032015年12月 発行 P13 とだけ、車両を作るという仕事交通新聞社、2014年4月15日、221ページ。ISBN 978から4から330460147。日本ヨハンシュトラウス協会創立40周年、記念開始、P25 開放ナン、no. バー3032015年12月発行、P6。ありがとうございます。